はい、今日はあのいつもの自然公園に来ております。なんと見てください、貸し切りですもうあの日陰はもう霜で、もう寒さをね物語ってるよね。今日はねマックワンタープを一人で地面につけずに立っているかをやってみたいと思います。明けましておめでとうございますの一発目が貸し切りというね、素晴らしいスタートを切ってるんではないでしょうか。今年も皆さんよろしくお願いします。で、今日はマックワンタープ貼るときみんな地面ついたりするやん、裏側がこう汚れんのよね。それがずっと嫌で、である人にちょっと出会ってお話聞いたところ、地面につけずにタープ貼れるっていう、しかも一人で、そう一人でマックワンターボを地面につけずに貼って撤収する人がいて、マックワンターボの達人です。で、ちょっと教えてもらったんで今日やってみようと思います。これでもほんまにつけずに立てて撤収できたら、どんだけ使おうがもう常に新品状態ですよ、うん、ほんまに綺麗な状態を保てるっていう。ちょっとね、今までタープをまず一人で貼ったことがない、そんな私が貼れたらすごくないですか。これチャレンジです、今年一番の。みんな応援してください、頑張ります。じゃあ早速貼っていこう、やるぞで、まずねタープは一人で持てる大きさにしときます。これマックワンタープヘキサの L やけど、ちょっとちょうどこの私が抱えて持ってるぐらいに今準備して、こういう棚の上に置いてます。こちらガイロープやねんけども、タープ立てる時にポールを立てる2箇所の長さに今切り揃えております。これ準備してください。これが一番重要なんですよね。これ一番重要、これなかったら多分一人で立てれないと思うんで、要はもうこのロープで先にポールを立てちゃうと。そう、立ててまう、そこにマックワンタープをかぶせていくというやり方だそうです。もうこれね、ほんまできるかどうかチャレンジ精神でね、やろうと思います。何回言うねんお前さっき聞いたわまずポールを、ポールを場所を決めてポールをセットと、はい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 、それでタープの位置が決めれるから後半の全然上手いんじゃない。じゃあ90だよね、ガイロープと、はいはい、あ、なるほど、はい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 、それで、はい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 、大体想像できた、はい、ほんでペグダウンしてください、ペグダウンしてください、はいはいはいあの二股のガイロープをペグダウンしていきます。先にね、はい、だいたいこれ90度ぐらいかな。
ここまでペグダウンできたら次はポールを立てていくねんけど、こういう形で立てていきます。じゃあやってみます。こういうことやな。それ届かへんやママさん。あ、もっと、もっとってこと。ハの字やねんけど自分の身長届くぐらいの高さで立てる。こんな感じ。大丈夫そうですか？いけますか、ママさん？あ、こんな感じ、ハの字。噂のハの字。逆ハの字。こうやね。こっからタープをかけていくんですね。はい、かけていきます。はい、いよいよここから自分との戦いですよ。戦いやら戦いやで。負けられない戦いがそこにはあるやで。はい、はい、持った状態でかける。使うようにかけてよ。それをかけねえな。そう、端っこつくよ、つくよ、つくよ、それつく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 。ちょっと待って、そう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 、そう、いいよ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 。いけてるいけてるいけてる。こっちの端っこは、そう、頑張ってかけて、かけろかけろ。ちょっと待って、そこをかけろ。かけろかけろ。そう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 。そうだよ。頑張れ。ちょっと待って、そうだよ。なんで？長すぎたと思って。ハイロープ長すぎた。発生、緊急事態発生。ガイロープが長すぎました。さあ、このピンチをどれくらいのことができるのでしょうか。戦っております。ギリギリの戦いをしております。ちょっと待って、ガイロープがだいぶ長い。あかん、これあかんわ。アウトアウトです。ちょっと初めにガイロープの切る長さ20センチぐらい長かったんで、ちょっと調節して、調節して、タープの方のガイロープもちょっと打ち直しました。打ち直しました。それもだいぶ外にキツキツで張ってたんで、はい、ちょっと緩めにし直して再チャレンジテイク2ですしていきます。これで、ね、この長さが重要ってことやね、このロープの。そう、やっぱこのロープをしっかり、この長さちょっと短い目でもいいかなっていうぐらいの長さに切っといたらちゃんとできるかなと思います。じゃあテイク2いきます。いきましょう。そう、かけて。いけた。行きました。行きました。オッケー、落ち着いて。よっしゃ。よっしゃ、ここまで来たのもオッケーっしょ。
すごいすごい、ついてないついてない。ついてないよ。いいよいいよいいよ。余裕あるよ。いいっすね。もうまで来たらいけるよ。もう立てるだけやもんな。もう立てるだけ。買ったんすけど、マオさんそれかかってるやつ下ろせる？下ろしていい？いいよ、下ろしちゃおう。やったー！じゃーん！やったよー！いけましたね。イエーイ！おい！なんとか下につかんと晴れたよ。いけました。あとはもうね、4層にフェルダウンするだけやから。どうですか？いや、もうグズグズ感がすごかったです。まあ初めてやったし。そうやんな。うん、でも2回目でできたっていうことはみんな簡単にできる。みんなできる。あとはそのロープの調整だけはきっちり。そうやね、この長さした方がいいよね。ちょっとあの伸び縮みするぐらいのガイロープがいいと思う。これは結構太い、若干伸縮性あるやつや。そういうのを使った方がやりやすいと思う。それで短めに、ちょっと若干短めにしたら綺麗に貼れるんちゃうかなって思った。いけましたね。いけた。とりあえずレイアウトレイアウト終わって、それも完成なんで、はい、レイアウトしていきましょう。はい。